皆さんどうもピーマンです。今回ドラゴンクエスト8実況21回目になります。今回のタブの目的はこちらになりますね。北の洞窟に眠るというヴィーナスの涙って宝石を持ってきた馬のことも考えてやるよ。このミーティアがですね、この女盗賊、ゲルダの元にいるんですよね。それを取り返すためには北の洞窟に眠ると言われるヴィーナスの涙、この宝石を取ってくれば考えてやるって言ってるんだよね。これおそらく返してくれないパターンだよね。考えてやるとは言ったが返すとは言ってないってパターンだよね。どうなんでしょうか。多分おそらくそのパターンで貫いてくると思いますけど、まあとりあえず今回は北の洞窟に行きたいと思いますのでね、おそらくボス戦もあるでしょう。そして私事ではあるんですがね、今現在口の中ものすごいでかい口内炎ができてるんだよね。だからただでさえ滑舌悪いピンマンがね、今ものすごく滑舌悪いと思う。なんか何言ってんのっていう実況になってるかもしれない。しばらくちょっとこんな感じでやっていきたいと思いますのでね、口内炎が治るまで。めっちゃ痛い今、口の中が痛くて痛くて仕方がない。誰か助けておくれ、俺を解放してくれ口内炎からね。すごく痛いな。なかなか喋りづらい実況になってますが、おっとやめてくれよ。北の洞窟ってどこにあるんだ。この辺にあるのかな。おそらくこの辺だと思うが、合ってる。すごいなんか汚い場所になってきたね。なんだこれ、奥になんかある。あれか、洞窟。洞窟じゃねえよな、あれ建物だよな。入れんのこれ。はい、来ました。何か銅像が立ってますね。ああ下に行けるんかい。あ、ここか。開くのこれ。開きますかって。開いたね。てっきり閉まってるパターンかなって思ったんだけどね、開いてたね。はい、来ました。剣士像の洞窟 B の1、ここで合ってんのか。お、ムービー来たね。あれを見るでガス、あの宝箱にヴィーナスの涙って宝石が隠されてるって話で。ほうほうほう、え、目の前に見えてんの。あ、あれか、でっか。取ってくださいと言わんばかりのでかさ。以前この洞窟には挑戦したんですが、その時はあの宝箱までたどり着けなかったんでガス。ヤンガスでさえも行けないのか。でも今度こそは何としてでもあそこまでたどり着いてヴィーナスの涙を手に入れるでガス。よし、行きましょうよ。この洞窟魔物のレベルとか高そうだね、気をつけないとね。目の前には見えてるがすぐには行けないんだね。こっちから行きましょうか。開けまーす。失礼しまーす。この洞窟にもおそらくメタルスライムとかいるんじゃないの。わーお、いきなり対決。なんだい、誰だい。来たよ。あー、宿屋に泊まるの忘れてた。亡霊剣士か。しまったな。まあいいか、行こう。はい、ククールの攻撃11か。全然食らってねえな。20どうだ、相手の攻撃は24も食らうの。一発強え。マジか、めっちゃ食らうね。ほんでこっちの攻撃もなんか食らわないし全然。あー、これ強いぞみんな。予想以上強いパターン来たね。ちょっと待てよ。ホイミ使おうか。ホイミホイミ、ヤンガスのホイミ。あ、ヤンガス再度回復、これまずいわ。油断してた、全滅あるよ普通に。あ、ヤンガス回復オッケー。ほんでゼシカもね、ゼシカとククールは体力少ないからね、すぐやられちゃう。今1匹だったからよかったけどね、2匹来てたらまずかったよ。さて下に降りてきた B の2、踊る宝石かも。こいつを倒せばかなりのゴールドを手に入れることができるんじゃないか。金だけ置いて逃げるんだ踊る宝石。わわわわお、嘘んだろ。こんかかうわーっ、どうするこれ。とりあえずまずさまよう鎧から倒すことが先決だと思うが俺は。で、ゼシカ呪文だな。ギラ行こうよ。わあ、どれか倒す。一応こっち行っとこうか。で、踊る宝石系は確か呪文がかなりうざいと思うんで、これまず、こいつら狙いで。うわあ、全然食らってないし。ヘラヘラ、あ、ヘラヘラ笑ってるだけ。マゴマゴしてる。なんだこいつら。ほら、ルカナンがあるんだよ。もう全体の守備力下げる。これで、さまよう鎧とか相性悪すぎる。なんだよお前ら、まごまごしすぎ。全員なんだ、一人しかまとも動いてねえぞこれ。相手のパーティーグダグダだな。こっち的には嬉しいけどね。とりあえずまずさまよう鎧を倒すこと。おしおし、倒すことには成功した。まあ、体力は別にその辺の魔物と大して変わらないと思うんだけど、これまず踊る宝石だな。こいつらから倒さんことには何もできんよ。 OK、 守備力下げてくる系はうざいんだよ。で、バギーオッケー。またマゴマゴしろ。
ヘラヘラ笑え。戦いの最中何ヘラヘラ笑ってんだよっていう話。次は見とれるんかい。わ、21! 踊る宝石でさえもこんなに食らうのか。高えな、攻撃力。ちょっとレベル上げてくるべきだったね。とりあえず1匹倒したよ。18くらいは欲しかったかな。マゴマゴ、ま、何マゴマゴって。そもそもマゴマゴっていうの何なのそれ。マゴマゴしてるっていう表現が俺にはいまいちわからない。マゴマゴって何してんだ。なんか教えてほしいわ、ぜひぜひ。うん、OK。とりあえずこいつらはもう怖くないよ。もうずっとマゴマゴしてんだよ。もう一回も攻撃してこないよ。あ、ようやく来たが外れるっていうね。頑張ったのに。頑張ったのに。ごめんね。あー、でもこれ強いわ。あ、強い強い。全然倒せないわこれ。あかんあかんあかん。油断してたらやられるよこれ。またマゴマゴしてる。動き出した時が怖えな。全然やられないし、防御力高え。こいつらようやく一匹だよ。 OKオッケー。もう一回ワンマータイム。来た !16! あ、別にそんな食らわねえわ。あ、期待した俺がバカだった。俺過大評価してたね、こいつを。別にそうでもないわ。でも強い。敵で出てきたらうざいね、これ。群れで出てこられたらない、こいつら。防御力が高いのか、体力が多いのか。多分、防御力が高いんだな。全然食らわないからね。ああ、うぜうぜうぜ。いきなりこんな群れで来られてもね、なるべく戦い避けていこうか。でもレベル上げないとダメだしな。お?部屋あるな、これ。よし。入りまーす。踊る宝石じゃないか。まあ、たまた。ここには何があるんだ?お、階段があるよ。どこに繋がってんだ?降りまーす。おう。おう、壺発見。割りまーす。割りまーす。おう、牛の糞。うんこじゃねえか、お前。なんこのうんこ入ってんだよ。腹立つわ。腹立つわ、お前。壺割ってうんこ入ってた。お前、全員切れるぞ、お前。パーティーの全員。NO! さまよう鎧はあかん。群れで来るんだぞ、どうせ。ほら、もうあかんって、このコンボ。このコンボガチでやばいぞ、みんな。これはね、ガチと書いてマジというパターンですね。これはあかん、本当に。OK。ククールはもう普通に攻撃した方がいいな。バギー自体全然食らってねえな、これ。これすぐ倒さないと。まずこいつらが強いもんな。23だぜ。うわ、合計で46くらったよ。はは は, は仲間を呼んだじゃないよ。ホイミスライム。いかんいかんいかん。これまずこのターンで一匹さまよう鎧倒さんとゲームオーバーだ。倒せねえのかい。うわー、これまずいなー。呪文ホイミ間に合うか。間に合ってくれよ。頼むぞ。ギラだ。いや、普通に攻撃。おー、見とれてくれてる、ありがとう。あ、ギラ。一匹でも倒せたらいい。あ、よかった、二匹倒せた、二匹。ほんで、ピーマンの、あー、ダメだ、終わった、ゲームオーバー、グッバイ、ピーマン。最悪だね。また教会戻らないとダメだよ、これ。せっかく来たのに。ああ、勇者ピーマンなしではこの先進めないからね。あー、この戦い終わった、一回戻りましょう。強すぎるわ、これ。一発、どんだけ食らう ?62 って、おかしすぎんだろ。急にインフレだな、お前。急に攻撃力バケモンじゃねえか。まず、こいつら倒せるかも不安だしな。はい、OK。せっかく入ってきたのに、いきなりかい。OK。戦いはもう下げた方がいいね。うん。なるべくしない方がいい。もちろん、レベル上げのため戦うのもいいですけどね。ダメだ、これ。まず死ぬわ、俺らが。長いわ、ほんで体力も多いから。で、口内炎も痛いし、いいとこなしだ。あー、ジェシカも死んじゃった。グッバイ。まだ倒せねえの?防御力が高いのか、体力多いのか、どっちだ?ようやくだよ。オーケー、倒したが、こちらも二人やられた。ほんで302って、割り合わんな。二人やられて経験値302はちょっと納得できないね。さて、勇者ピーマン復活だ。再びこの洞窟やっていこう。とりあえず、まず右側行ってみようか。右に何があるんだろうね。右側も行けるんで。ほんで、いきなり対戦っていうね。多すぎる、多すぎる。ダメダメ。逃げる、逃げる、逃げる。戦うのがバカらしい。こんだけ多いの無理。また死ぬわ、お前。せっかく生き返ったの、また死人になるだろう。少し考えてくれ。よし、入ります。What?
いきなりさまよう鎧がこっちに来てんだけど。これなんだ？これ何部屋だ？ちょっと待って、ちょっと待って。戦う気ないって言ったよね。バカじゃねえのかな、お前。どうせ見ろ、数の暴力で来る。無理無理、死ぬわ、お前。逃げる、逃げる、逃げる。即逃げるわ。最初から逃げてたのね。何書かれてんだ？この迷宮は秘宝ヴィーナスの涙を守るために作られたものである。知恵と力を重ね、備えし者のみが真の栄光を手にするであろう。とのことだね。いや、力もね、頭も良くないので、どうしろと。でもこれ取らないと先に進めないんだよな。悲しいね。頑張らないとね。いや、力はちょっと難しいよ。頭もだけど。こんなにもここの魔物が強いとは思わなかったからね。で、どうせボス来ることは俺分かってるからな。ほんで対決になるっていうね。どんだけここの魔物人見たら襲いかかってくるんだよ。いや、おいおい、ふざけんなよ、お前。戦う気ゼロですわ。うわ、逃げ切れなかったし、嘘ー。勘弁してや、ちょっともう、それね。な、4匹くらいないんだよ、4匹、3匹なら。あまりにも多すぎるからさ。うわ、呪われた、最悪呪い状態入ったね。とりあえず次のターンまた逃げますよ。もう俺は戦わん。グッバイ。おい、ちょっとどうしたんだろうね。ここの洞窟は敵の出てくる数が異常なほど多いんだよね。4匹以上は確実いるよね。そら力かなり必要になるわ。もちろんね、戦って倒したいんですけど、そんな余裕我が我にはないので、とりあえず今回の実況ではヴィーナスの涙のところまでたどり着くことだな。道がね、いろいろと分かれてるので、ちょっと全部行ってみようかな。宝箱とかあるかもしれないし。こっちにもある。うわ、行き止まり最悪だね。ありがとうございます。分かってたよ。うわ、今の、捕まってないだろう。ねえ、結構距離離れてたよ。あ、でも3体なら行こうよ。3体なら倒していこう。何でもかんでも無視してたらダメだよね。倒さないと。で、マミーは別にそんな強くないしね。まあ、23くらいますけど。ククールを徹底的に狙うのやめて。ね、確実に嫉妬だよね。嫉妬心が出てんだよな。イケメンに対するね。ヤンガスはいいよ。ヤンガスボコボコにしてくれて結構。オッケー。こいつは倒さないと。でも強いけどね、普通に。の、ゼシカはやめろ。汚い手でゼシカ触るな。2連続おかしいだろ。1人しか狙えない性格なのか、お前らは。まずいな、次ゼシカン攻撃されたらやられるぜ。ちょっと薬草使おうか。あー、薬草入れてね、バカだ。の、ゼシカン攻撃すんなよ、頼むから。はい、頼む。先手を取れ。グーバイ。まだ倒せねえの？あー、よかったよかった。ゼシカン攻撃されたら今危なかったね。眠り状態になってるし。はぁ、こいつの攻撃で物理攻撃を受ければたまん睡眠状態になるんだね。オッケー、わかったわかった。とりあえずホイミだな。ホイミでゼシカ。体力少ないからね、ククールとゼシカはすぐやられちまうんだよ。よっしゃ、これでオッケー。で、お次はどっち行けばいいんだ？行き止まりとかあるからね、それがややこしいというか、いやらしいよね。お、2つ、3つ道が分かれてる。とりあえずこっち行ってみよう。入りまーす。お、奥に宝箱が2つ、確実1つはあれでしょう、人食い箱でしょう。俺は左開けるよ。ゴー。あー、うちダメ。なんで人食い箱の方引いちゃうんだろう、バカだ俺は。これどうする、倒せるか。とりあえず火炎切りでいこうか。火炎切り、兜割り、ヒャドで、ククール普通に攻撃21。あ、まあ攻撃自体はそんな食らわないね。でもこれザラキとかやってくるんじゃなかったっけ。確かやってくるよね。人食い箱もいい思い出ないんだよな俺は。あ、普通に倒したら弱えわ。全然じゃん。めっちゃ強いのかなと思ったらもっと強いイメージ持ってたわ。そんな強くないからびっくりしたね。で、右は鍵がかかっている。鍵を開けた。何、キトンシールド。これはありがたい。いきなり装備しようよ。はいはいはい、キトンシールド盾だよ。これを使う、あ、使うじゃねえ、渡すだ。そら何も起きんよ。渡す。じゃあ、ピーマンに渡そうかな。鱗の盾を外して、オッケー。私は強くなる。よろしく。で、あ、これ、え？装備できないの？装備できるよね。うん。あ、装備することできないんだ。あー、はいはいはい。これ、あ、か、装備できるやつとできないやつ分かれてんのね。
誰にしようかな。あ、ジェシカククールンできるんだ。じゃあジェシカでいいや。うん、はい、装備します。 OKOKOK、 これで OK だ。あおし、先に進むよ。で、今3つも分かれてたよね、部屋が。これ真ん中なんなの。あ、鍵かかってる。あ、壁に描かれた絵だった。なんじゃそれ、ふざけんだよね。は、宝箱。What? 何この壺と宝箱部屋。破壊するよ、俺は。OK、グッバイ。A11 ゴールドゲッチ。よこせ、A 小さなメダルゲッチ。OK、OK、OK。もっともっとカモ。もっともっとウェルカム。A。欲しいよ、全部欲しいよ。全部取るよ、俺は。意地汚い、欲深い人間だからね。自分で言っちゃうけど。うん。お、どうしたどうした、もっとカモ。もっとウェルカムって言ってるだろ。うん。おー、どうした？出てこないと。割ったら出てこないと。当たり前でしたよ。常識だ。割ったら出てくる。この世のルールだぜ、バカ野郎。出さんかい！出さんかい！えい、不思議な木の実。出さんかい！で、宝箱は何なの？でるるるるー。えい、小さなメダル。ここだけで2つ手に入れたい。ありがたいね。じゃあ、戻ろう、戻ろう。ありがたい。これ何部屋だったんだ？ほんと、プレイヤー部屋だね。プレイヤーに気使って置いてくれた部屋だ。プレイヤーのみが幸せになれる。さて待てよ。よし、戦いは避けて。逃げちゃうからね。おお、穴が開いてる。これ落ちたらどうなるんだ。どこに繋がってるんだ。ん？わお！ダメ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 ！オーマイガー！罠だったのか。宝箱あるし。そういうこと。あの扉を仕掛けると、あれはバネになってて、ここに落とされる。そして1000ゴールド。あ、これ落ちた方が良かったね。でも、毒沼だぜ、みんな。人食い箱もいるし。オッケー。ダメージ受けるからね、ここ歩いてる最中は。最悪だな。ちょっと呪文本意味で回復しとこうか。いや、何かね、嫌な予感したんだよね。あの扉だって何もなかったもんね。道がね、マップに表示されてる感じでは。何もなかった感じだから、これはもしや何かあるなって思ったら、本当何かあったよ。会ってから俺言うっていうタイプの人間だからね。それは先言えやっていうね、ツッコミもあるかもしれませんが、俺は会ってから、俺実はこういうこと考えてたんだよって言っちゃうから。さあ、で、また一からやり直しか、全部。オッケー。皆さんも気をつけてね。あそこ開ければ何回開けても落とされるからね。あ、でも一回下降りた方がいいね。1000ゴールドを手に入るんだったら。これ得だよ。うん。下ちょっと毒沼あるんでダメージも受けるしね。魔物もそれなりにはいたんですけど。これね、ここ。うん。無視。初見ではちょっと気づかないかもね。開けちゃうよ。で、こっちは開くからね。うん、大丈夫。踊る宝石がいきなりいるぞ。おう。下降りまーす。へい、やってきた。下だね。B3 だよ。人食い箱普通にいるじゃん。お、この毒沼。あ、また毒沼だね。これどこに繋がってんの？ん？部屋がある。いや、あの部屋完全に怪しいよね。いや、行く？行ってみよう。どこに繋がってんのか知らんけど。いや、どこにも、マップ見たらどこにも繋がってないけどね。うん。ですよね。うん。そのリアクションいらないわ、ピコンはね。だいたい俺やる前から分かってたから、あ、おそらくこうなるなって。バカだね、俺って。だからこれ、やっちゃった後に言っちゃうっていうね。悪い癖だよ。ごめんね。で、何これ？どうすんの？あ、これ普通に横。あ、これで OK？ 何これ？これで終わりなの？これ。ほんで話して。あ、終わったね。これ別に道隠さなくてもよかったよね。横に寄せるだけって。なんか、てっきりこれでなんかするのかなと思ったら何もなかったわ。遊び心がなかったね。横に寄せるだけの簡単なお話。いやいや、多すぎる。無理。無理。考えてくれ、少し。頭を使って。数の暴力できとるがな。すごい数だ。で、また下に降りる。よく下に降りるな。B の4。人食い箱が大量におるよ。隠れる気ゼロか、お前。ちょっとこれ、こっち行くわ。おそらく宝箱か何かあると思うんで。俺の読みでは、壺だ。いや、これ見て。この中に金銀財宝入ってますから。えい、ほら、小さなメダルね。これ小さなメダルを集めておくと後でいいことあるからね。みんなも集めておくべきだよ。メダル博士みたいなのがおそらく後で出てくると思うし、もしかしたらもう現れてるかもしれない。俺どっかで見逃してるかもしれないね。ん？で、これは？はい。こっちに行くためにはこの橋を下ろさないとダメ。この橋を下ろすには、おそらく簡単なことだと思うが、ここにこの銅像を動かしていくんだね。ただ操作ミスらないようにね、みんな。
これまたなんかまあ変な操作ミスって動けなくなったらね、おそらくまたあれだから、ステージ出たら、元の配置に戻ってると思うからね。で、こういうことだよ。で、横に押します。まあわかるよね、大体。OK! はい、落ちてきたね。うん。この銅像を、まあちょっと、濃いマップ、濃い、なんていうの、地面のとこに置くと、茶色い地面のとこに置くと、橋が降りてくるというシステム。何の遊び心もないね。あ、だいたいこうすればこうなるなっていう、すぐわかるパターンのやつだね。OK。え、もうこれ目的地に着くんじゃないの？結構走ってきたよ。ヴィーナスの涙到着なるか。なるでしょう。で、ドア。あ、ここは大丈夫。ここは入れるわ。うん。入りまーす。Why？ なんだこの部屋。何？天は仰げ、去れば道は示されん。その下に小さな文字で何か書かれている。視点を切り替えたいならば、L と R ボタンで両方長押しするといいだろう。はあ、天を仰げ。天を仰げ。どうするんだ？銅像があるが。天を仰げ。とりあえず落ちてみようよ、こっちまで。そしたら何かあるんだろうね。とりあえずこっちも動かしてみよう。何か適当にね。OK。何も起こらんがね。何も起こってはくれんがね。待てよ、これマップの地形をよく見るんだ。おそらく何かがあるはずだ。おそらく何かがあるはずだ。何をどうすればいいのか考えるんだ。天を仰げ。もう一回見よう。剣を仰げ。剣を仰げ。剣を仰げ。上。あ！こういうことか！そういうことだ！オッケーオッケーオッケー。ここに持って、ああ、わかったわかったわかった。この穴が開いてるとこに持ってくるんだ、これを。うん。これで視点を切り替えてね。見たらわかるから。はい、これで。これ上ね。ここ、ほらほらほら。ここの2列目。そういうこと。見て。だら。これで OK。あ？違う？え？違う？え？てっきりこうかと思ったんだけど。ちょっとずれてるのかな？あそこじゃないの？合ってるよね。え？え？違うパターンっすか？え？何をしろと？天を仰げ。いや、待て。天を仰げで、とりあえず、これ、どうぞ、ここ置いて。あ、こういうことだ。はい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 。んで、ヴィーナスの宝来たよ、みんな。こういうことね。オッケーオッケー。ほんで、プレイヤーがその場所に行けば、ボーンって飛ぶんですよ。え、来た。こんな簡単に手に入れたじゃないか、お前。なんだよ、これは。ヤンガス、こんなのもいけなかったのか。What？ 何？何？何？は？は？は？急な対決、何の脈絡もないが。え？え？え？何来たの？え？何？うわー、トラップボックス！嘘んだろ？どうするみんな。ボス、来ましたね。トラップボックス。倒すしかないよね。仕方がないよね。OK。とりあえず、兜割り。んで、ヒャドだな。んで、こっち何する？とりあえずククールは普通の攻撃。行こう！レッツゴー！さほど強くないと思う。さほどいけないことはないと思う。どうだ？攻撃力とかがちょっと怖いけど。カイン切りいいダメージだ。うわぁ !33 も食らうのかぁ！でも言うほどだな。言うほどだ。別にだ。ボスならばこんくらい食らって当然かなと。むしろ計算の範囲というかね。そんな感じ。はい、ギラ。オッケー、19。うわ、言うほど食らわん。はい、ククール、カモン。17。はい、火炎切り。おお、40いいね。ほんでまた兜割りで守備力下げるから。オッケー。メダパニー、やめろ！ノー、ノー、ノー、ダメ！危ない、危ない、危ない。これメダパニー、パニック状態になるとちょっと厳しいからね。で、また兜割りで守備力下げて。ん？これ、ルカに。敵一体の守備力こっちも下げとこうか。ほんで OK。最大まで下げてやるわ。ああ、もう効かなかった。嘘んだろ？
最悪だな、もったいないな今の、うん、おーまずい。勇者ピーマン体力回復といった方がいいね。 OK、 もう守備力は下がらんのかこれ。おそらく下がらんっぽいね。ヤンガスで下げたか最大まで。じゃあ火炎切りで、ヤンガスで蒼天魔山ですよ。行こう。ほんでヒャドで特技、呪文だな。ホイミでピーマン。OK、 倒せるぞこれ。十分に余裕だわ。初見ですけど迷いがないもん俺に。うん、いけるいける。うおお、35まずい。ククルピンチ。 OK、 いけ蒼天魔山。おお、いいね。まひれ、まひらないのか。時々まひるんだけどねこれ。これ連発だな、もう。で、ヒャド。で、呪文ホイミで自分に言っとこうか。アイホイミ。イケメン、キリッといきます。よろしく。火炎切り。もうこれ、あとこれ続けるだけだよ。うん。特にこれといった技ないしね、相手に。うわ、ジェシカやられるのはあかんな。お前、ジェシカ攻撃するんじゃねえ。バカか、お前。少し空気読めよ。殺すぜ。殺しちゃうぜ。よろしく。体力どれくらいなんだ、わかんねえからな、その辺が。うん、ヒャド。で、呪文ホイミで、ジェシカ。はいやー、いいね、41、素晴らしいダメージだ。ヒャド、14。言うほど食らわん。だんだん食らわなくなってるような気が。メラパニ、どうする。ああ、よかったよかったよかった。徹底的に俺狙いで来てるのはわかってるけどね。やめてほしいわ、それ。うん。もうそろそろ倒せると思うけどね、俺は。ほんで、火炎切り。メルパに頼むぞ。よーし、ナイス。3回連続だよ。グッバイ。もう別れよ、クラワンということを。バカじゃねえのか、お前。俺ならもう2回目の時点で諦めるわ。あかんな、これは、と。今日あかん日やってなるけどね。関西弁で言っちゃうよ。あ、今日あかん日やって。大きな声でね。はい。レッツゴー。でもまだか。もう1000は与えたと思うが。1000近くは与えてるぞ、これでも。まだなのか。メダパニ、4回目はどうだ。よーし、きゃ、もう諦めろ。4回連続だぜ、お前。もうやめた方がいい。もうやめるべきだ、そうしよう。OK。もうこのターンで倒せるんじゃないの？まだなの？体力多すぎんだ、こいつ。OK。うわー、まだかー。もういけると思ったんだが。ならもう同じことの繰り返しですよ。こっちも行こうよ。ラリホ。おーおーおー、いかーん。ダメ！ピーマンダメ！あーうち。最悪。でも大丈夫。眠りを覚める魔法は持ってるからね。うん。このターンで倒せれば理想的だが。うわあ！まだなのか。で、呪文だ。これだ、これだ。キアリね。キアリクだ。メダパニ、あかん。わー、何しとんねん、ククール。お前がこんな、逃げ出した、バカか、お前。よしゃよしゃ、ピーマン、眠りから目覚ました。何しとんねん。タイミング良かった気に助かったけどさ。なんでパニック状態に入っとるわけ、君。バカですか？とりあえずこれだな。え、これメダパニって治るの？これで。キアリクで。治らんか、状態。わからないな。火炎切り。オッケー。もう行けよ。もう死ねえよ、お前。やめろー。余計なことすんな、クソイケメン。腹立つは出ていけよ、お前、パーティーから。何仲間攻撃しとんねん。絶対ありえねえだろ。そもそもお前に攻撃の指示出してねえんだよ。少し考えろ、お前。バカか、意を使ってみようか。とりあえず、ホイミだ。勇者ピーマン、体力回復。混乱すんなよ。オッケー、オッケー、オッケー。ピーマンはもう徹底的に食らわないね。ほんで、もう行ってくれ。もう死ぬべきだ。そうしよう。9、あ、ダメだ、全然食らわないわ。 OK。 うわーっ、まだかお前。なんで俺狙いやねん、おい。数ある中敵いるよな。ヤンガスにしろ、ゼシカにしろ。まあ、ゼシカに手出した瞬間お前ぶち殺すけどな。あ、ただいるよな。確かにいるよね。俺だけかな、見えてんの。違うよね。その中でお前何してんだ。ククールの攻撃何してんねん、こいつ。いる。うわー、ダメ。あかん！勇者ピーマンあかん！どうすんのこれ！
ククー、はよ、混乱解けろや。よしよしよし、ようやく倒したよかった。長い戦いだったよ。最後ちょっと勇者やられたのは痛いけどね。あ、ヴィーナスの涙ゲッチ。オッケー。これでオッケーだ。はあ、よかったー。これでオッケーなんだが、勇者ピーマンがやられてるためですね、洞窟を脱出する呪文だね。これが使えないんだ、リレミと。だから一回一回また帰らないとダメだね。失礼しまーす。入りまーす。オッケー。さーて、ゲルダさん持ってきたぞよ。ほれ、ヴィーナスの涙、確かに持ってきたぜ。この美しさ、どうやら本物のヴィーナスの涙みたいだね。さすがはヤンガスってところか。さあ、約束通り、あの馬と馬車を返してもらうぜ。私がした約束は、確かヴィーナスの涙。わー、馬を返すのを考える。ほらね、だから言ったじゃん、こういうことなんだって。じゃあ今考えた、やっぱりあの馬は返せないね。この石ころはあんたたちに返すよ。 What? 何そのパターン。約束が違うぞ。女盗賊ゲルダともあろうものが、そんなガキみたいな理屈言うなよ。約束、そういえばあんた以前私にこの宝石をくれるって約束してなかったか。ほほほ、そんな約束してたの。何を今さら、そんな大昔の話を。自分だって約束破っといてよく言うよ。とにかく私はあの馬を手放す気はないからね。マジか、どうすんだこれ。お前の言う通り、あの時の約束を破ったのは悪かった。お前が俺に腹を立てるのも無理はねえ。でも今回のことは俺一人の問題じゃねえんだ。仲間のためにも引くわけにはいかねえ。この通りだ。俺はどうなってもいいから、頼むからあの馬を返してくれ。わかったからもうやめな。大の男が簡単に頭なんか下げるもんじゃないよ。それじゃあ、あんたを困らせてやろうと思ってたけど、バカバカしくなってきた。あの馬のことは好きにすればいいさ。でもその代わり、ヴィーナスの涙はやっぱり笑っておくよ。それが約束だったんだからね。ああ、もちろんだ。ありがとう、ゲルダ。それと、本当にすまなかった。たか、鬱陶しいね。これでもう用は済んだろう。どこへなりと行っちまいな。おお、問題が解決いたしましたね。これで馬ゲッチですよ。なんか、この二人には恋愛のそのなんか感情みたいなのが芽生えてるような気がするな。気のせいかな。あ、まあ童貞の俺が言うのもなんですけどね。よし、馬が戻ってきた。あ、お前生きてたんだ。完全に死んでたよね。実はゲルダ様から前もって馬を返す準備をしとけって言われてたのさ。ほう。なんだかんだ言ってゲルダ様、あんたらがヴィーナスの涙を持ってくるって信じてたみたいだな。姫や、怖い思いをさせてすまんかったの。これからはいつでもわしが一緒にいてやるからな。今気持ち悪いからやめろって思ってるだろうね、ミーティアは。お前を残して酒場に飲みに行ったりはしないと約束するぞ。おっさん、さて、こっちはいつでも出発できるぞ。次はどこを目指すのじゃ。そういや、いい加減留守にしてた情報屋の旦那が帰ってきてもいい頃だな。おっさん、とりあえずもう一度パルミドへ戻ろうぜ。どこへ向かうにしてもドルマゲスの野郎の行き先を知らなきゃ話になんねえだろう。うん、できればあの町には二度と近づきたくないんじゃが、仕方ない、パルミドに戻るとするか。
なんで手振ってんの？そんな間柄でもないよね。友人とかじゃないんだけどな。よくわからんが。はい、問題の方が解決いたしました。無事ね、ミーティアを戻すことができましたよ。そしてボスであるね、ちょっと名前忘れましたけど、あいつも倒すことができたね。まあ、ピーマンの攻略アドバイスしては、とにかくあいつとはもう持久戦なんで、ある程度のレベル、まあ僕今回最大レベルが17レベルなんですけどね。まあ、この辺あればいけるんじゃないかなと思いますよ。ただ、今回は本当運が良かったね。メダパに何回もされて受けなかっただけだから、もし勇者ピーマンがメダパにかかってたら無理だったかもしれない。このレベルだとちょっと余裕はないので、まあ、20あたりにしておくともっと余裕あって倒せるかもしれないね。また次回の実況では、パルミドに戻れとのことなんで、そこから始めていきたいと思います。次回もまた見てくれよな。じゃあ、グッバイ、また会おう。